皆さんこんにちは、金田昭夫です。愛情一本です。漫画家で知的障害の真子という娘を持ち、ひまわり荘で働いております。気持ちいいですか？あ、来たかっていう感じでしたね。まあそこらやるっていう時にはまあ来るだろうなという気持ちではいましたんで、そのつもりでした。日々毎日いろんな思い出がありまして、たくさんありすぎちゃってちょっとね、何からっていうわけではないですけど、でも一番楽しかったのはとにかくみんな、あのカンパニーも非常にいいカンパニーでまとまって、素晴らしい芝居を送ることができたと思っています。毎回いろいろ大変でしたけれど、大変は大変で5年も経つと良き思い出になるかなと、大変でした。はい、ご一緒にね、前にやらせていただいてる方なんかはまた新たな、また違う構築の仕方なんかができればいいし、新しく入られて来られた方はきっといろんなパッションとかエネルギーを持って臨んでくれてると思いますし、まあ、たくまさんの厳しいオーディション頑張って勝ち抜いて役を獲得された方ですから、きっといいキャッチボールができることを楽しみにしてます。ご存知の方もご存知じゃない方も、見た方も見ていない方もあれですけれど、見た方はまた新たな発見ができると思いますし、ご覧になってない方はこんな世界もあるんだっていう、ことできっと笑いと感動と涙にの中でこのラストのカーテンコールになると思います。みんな出演者一同、頑張っていい芝居をこの時代、本当に心から楽しめる、いろんなことを考えるかもしれませんけど、素晴らしい芝居を皆様にお届けしたいので、どうぞ楽しみにしていてください。ご期待お願いします。タクフェス第8弾口づけ、10月16日より開幕いたします。どうぞ皆さんお楽しみに。